皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は小学校3年生の算数3桁の数の引き算について説明してみたいと思います。3桁の数の引き算、この横に書いてある式を縦の式に直すとき、2桁のときと同じように各位、ね、の数縦に揃えて書きましたね。この1番373-211、これを筆算で書く場合、373-211と、ね、1の位、10の位、100の位、縦を揃えて書きます。そして下の位、こちら側から計算していきます。3-1は2と、7-1は6、3-2は1、答えは162、こういうふうに書いていくんですね。2番、これも同じですね。692-348はと、これも1の位から順番に計算していくんですけれど、2から8が引けません。こういう時は1つ上の位ですね。そこから数を借りてきました。ここから借りてきます。で、ここの数を1つ減らす、ね、こういう操作をしました。そう、12-8は4ですね。で、8-4は4、そして6-3が3、答えは344というふうに出てきます。3番も同じように計算していきます。で、485-287と、こういうふうに縦を揃えますね。で、1の位から5から7を引けないので借りていきます、ね、借りてきました。15-7は8です。で、7から8引けません。やはりここ借りてきますね。ここから借りてきて、ここ3になって、ここに10を書きましょうと。17-8は9と、で、3-2は1、答えは198というふうに、こうやって計算していくんでしたね。続けて残りの問題もやってみましょう。424-185、4から5は引けないので借りていきます。14-5は9ですね。はい、1から8、1-8できないので借りていきます。11-8、3です。3-1は2です。答えは239ということになります。5番、510-173、1の位0ですから、0から3もちろん引けません。どうするかというと、ここから借りていきますね。ここ0になっちゃいますね。10-3は7です。0から7は引けないので、1つ上100の位から借りていきます。10-7は3、そして最後に100の位、4-1は3と、こういうふうに計算していきます。答えは337です。6番、305-167、5から7は引けないので、1つ上から借りてきたいんですけれど、10の位こっち0、じゃあどうするかと、もう1つ上から借りていきましょう。もう1つ上、100の位から借りていきます。とここが10になって、ここから借りるので、ここは9になるんですね。で、15-7は、8と、9-6は3と、2-1は1、答えは138ということになります。ここのところね、できる人は、すぐね、9にしてここに10書いてもいいんですけれど、慣れるまでは一回ここに10を書いて、そこを減らすという操作をしておいてください。
慣れてしまったら一気にやっても構いません。7番600-386 です。0から6は引けません。借りてきます。1つ上0借りれません。もう1つ上、ね、逆の位から借りてくることになりますね。とここが5になって10、ここから借りるのでここは9になってここが10という、こういうふうになります。10-6は4と、9-8は1、5-3は2で214、こういうふうに計算できます。8番も7番と似たような問題ですね。500-194、ね、計算できない、0から4引けない、1つ上は0、じゃあもう1つ上から借りようと、こういうことですね。10と、でここを借りるのでここは9にしてここ10ですね。10-4は6と、9-9は0と、4-1は3と、答えは306です。9番242-53、2から3引けないので借りてきます。12-3は9と、3-5、引けないので借りてきます。13-5は8と、で1がそのままおりますと、で189と、こういう答えになります。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書の問題やドリルの問題ぜひ、解いてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。